ました。春の日本三、京都三大祭りの天皇のお嬢さんであります内親王がその役をされました。昭和30年前に母が斎王代を務めさせていただいたことと、私自身中学生の時にうねめとして女人列に参加させていただいたこともあり、葵祭りにはとても特別な思いがあります。この度このような形で葵祭りにご奉仕させていただけること、もう本当に光栄に感じておりますとともに、大きな責任を胸に一生懸命努めてまいりたいと思います。お母さんからのアドバイスなんかがあったらちょっと教えてください。アドバイスはもうとにかく体調に気をつけて健康第一で臨みなさいというふうにアドバイスは受けました。順に一重の重さを伝統の重さと感じながら一生懸命努めてまいりたいと思います。ありがとうございます。